こちら。今日ですね、生徒さん、若干二日酔い気味で、いらしたんですが、実はですね、若干ですね、体調の悪い時、ちょっと熱っぽかったりとか、寝不足だとか、眠いとか、あ、寝不足と眠いは同じか、寝不足だとか、そういう時に限ってですね、ドラムの調子がいいんですね。なぜでしょう？まあ、力が抜けてるんですね、無意識のうちに。入れようと思っても入れられない。速いやつとか、持久力の必要なやつとかは、体調が悪いとちょっとやっぱりダメなんですけど、それ以外に関しては、体調が思わしくない時の方がいいって、今日良かったねって言われる確率が非常に高いですね。で、本人は体調が悪いから今日うまくいかなかったなとか思ってるんですけど、そういう時に限って実際出てる音とか周りで見てる人は、今日調子いいじゃんって思ってるんですよね。それで、スネアの音もなんですけど、バーンってこう左手、204拍、左手打つやつ。これね、僕もそうなんですけど、ドラム始めた時から、もうこのバックビートを力んで叩く癖がついちゃってるんですね。ところが、ゆっくりじゃねえや。力をがっつり抜いてですね、叩いてみてください、ぜひ。こんなに抜いちゃったらいい音出ないよって思うぐらいで叩くとですね、意外にすごくいい音が出たりするので、皆さんも試してみてください。僕もですね、今まで微熱だったりとか、すごい二日酔いだったりとか、お酒飲んで体調が悪い、酔っ払った状態だと僕ダメなんですよ。まあ、人によるのかもしれないですけど、そうじゃなくて、ちょっとお腹の調子が悪いとか、そういう時って自然に力抜けてるんですけど、そういうライブの後とかに限ってですね、今日すごい良かったってなぜか言われるんですね。不思議なもんです。それでですね、今日はビボロカフタレッソなんですけど、3連の裏から始まるフレーズ、フィル。これをですね、生徒さんとやったんですけど、この3連の裏から入るっていうのがね、難しいんですね。うーたたたたみたいな。うたたたた。3連の3個目から入るやつ。例えば、うーたた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 じゃーみたいな。あ、間違った。この歌がね、なんちゅうでしょう、こう感じられないんですね。うーた。これを直すっていうか、分かってもらうのにですね、結構四苦八苦しまして、結局、口で、たたたた、口で言えるってなって、言えますってなってから、叩いたら、ちゃんと叩けるようになりましたね。たたたた、3連2個分って言っちゃうと、たって、こう、1、2、3って言っちゃうんですけど、1、2、3って言う時にも、遅れちゃうんですよ。1、2って気をつけすぎちゃって。テンポが速くなればなるほど、ワン、ツー、スリー、フォー、1、2、3。1、2、3ってもう1、2数えてる間にもう3すぐ来ちゃいますから、大体遅れるんですね。だから、たたたたってこう伸ばして考えてもらった方が取りやすいですね。これで3連の3つ目から入るフィルってたくさんあるので、これですね、ぜひ、マスターしてください。特に多いのが、まあ、特に多いというわけでもないか。例えば4拍目の、最後のところから入る。トゥン、トゥー、スリー、フォー、タタタタタタタ。ワン、トゥー、スリー、フォー、タタ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 
ストレートのリズムで今度はやってみると、
トゥトゥタトゥトゥトゥタタ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 。ちょっとテンポ遅いと分かりづらいですね。あと1拍目の裏から入るとドンタンドッドタンタタ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 タ。これまあ別に覚えなくてもいいんですけど、僕覚えちゃってるからあれなんですけど、1拍目の裏から3連でフィル入れるときって右スタートで打つとそのまんま手埋めていくと最後左で終わるんです。まあ、これはあんまり意識して覚えるとか覚えないとかっていうあれじゃなくて、まあ、僕は覚えちゃったんで右から入ると手だけで全部いけるぞみたいな。左から行ってもスリスログラフ入れたりとか、あ、違った。左からか。パストラ入れたりとかして調整すればいいので、そこはあまり覚える覚えないが重要じゃないんですけど、一応知識として一拍目の裏から入るときは右から入ると手は最後まで埋めても左手で終わるよみたいなのは僕は覚えてます。はい。このですね、3連の裏から入る、まずこの3連の裏が全くできないっていう人もいらっしゃると思うので、まずは3連の裏が打てるように、例えばクリックがこうなってピッ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 、これがね結構難しいですからね最初で、クリックが鳴ってたと、もうこれ今バストラのクリックだとして、最初は右手入れて跳ねるる、これができたら右手外して音にならないとこ叩いて、で慣れてきたらこの音聞いて、慣れてきて気持ちよくなってきたら右手外してみる、あと交互に、入れるのと入れないの交互にやってみたりとかして少しずつ慣れていくといいと思いますね。で今は左手で入れてますけど、右手で入れるのも練習しておくとフィルにいろいろ使いやすいですから、これバストラがクリック、ですね、右手で入れるときはあれですね、左手が頭になるので、あと左手2個入れてもいいかもね。2個入れた方がやりやすいかもしれない。でも2個入れるの苦手な人は一発で入れるしかないので、クリックに合わせて、これバストラ踏むっていう意味じゃなくて、まあ、さっきから言ってますけど、右手でも左手でも裏に、入れられるようになると、フィルで3連の裏から入るときに、入りやすいかなと思います。はい、というわけで今日はですね、3連の3つ目から入るフィルについて、レッスンでやったので、それについてちょろっとですね、説明してみました。ありがとうございました。